どうも、なおちんです。さあ、ついに来ましたよ。アップデート情報です。では、早速、見ていきましょう。マインクラフトダンジョンズの次なるシーズンアドベンチャー、ルミナスナイトでもう一度アバターになり、タワーに挑みましょう。確か、4月20日、20日だね、のアップデートってなりますので、タワーのシーズン7が終わる時です。まあ、シーズン8に挑みましょうっていうことだね。うん、そのまんまの意味だ。謎に包まれた壁画や頭を悩ますパズル、獰猛な敵が新しい光に満ちた夜のタワーで待ち受けています。どんなに手慣れたプレイヤーでも今回ばかりは手こずることでしょう。なるほど。壁画やパズル。まあ、今までにはあんまりなかったよね。あの石像をこうぐるぐる回して、正解を当てるみたいな、そういうのはあったよね。そういう感じかな。どっかで壁画を見てきて、そのマークに変えるみたいな、そういうパズルかな。まあ、もしかしたらもっと新しいパズルが出てくるのかもしれませんね。まあ、今までとは違ったタワーになってくるんでしょう。でもそれぐらいじゃ俺は簡単だと思うけどな。今回のシーズンアドベンチャーをテーマにしたスキンやエモートから可愛らしいペットのミニモンスターや小さな魔物まで周りを照らす輝かしい報酬を手に入れましょう。なるほど。アドベンチャーね、道具屋の横のあれが、新しく更新されるっていうことでしょうね。で、そこで、ミニモンスターや小さな魔物、あのペットだね。この新しい、画像にあったちっちゃなゴーレムみたいなやつ、あれじゃないかな。ああいうのをゲットできますよと。で、エモートなんかも、新しいのが出てきますよということか。うん。まあ、一応、エモートはセットはしてるんだけども、あまり変えることないんだよな。もうちょっと自分のお気に入りのエモートが出てきてくれれば嬉しいです。もういいんじゃないですか。さらに新機能の収納チェストや改良された UI のおかげでゲーム内で過ごす時間がこれまで以上に充実したものになります。きたきた、収納チェスト。これはね、もうずっと前から俺言ってたやつだけど、ついに実装ですね、収納チェスト。さあ、問題はね、いくつ入れられるかだよな。いくつか。うん、今実際自分は300個持てるんだけども、できれば500個。500個ぐらいチェストに入れさせてもらいたいところですね。と、あとお気に入りマークみたいなのも付けさせてもらいたいね。それをつけると売れなくなるとかしてもらわないと、間違えて売ることが多々あるのよ。なんでそういうところもちょっと改良してほしいかな。でも、この収納チェスト、最高です。待ってました。ルミナスナイトがついに登場。さあ、あなたは夜明けまでに何を見つけられますか？はい、ということで今日はついに来ました。アップデート情報を見てみました。チェストが来るっていうのは嬉しいね。最高です。で、タワーもなんか今までとはちょっと違うような感じになるっぽいですね。ショートカットはあるのかな、わかんないですね。で、この、画像にもあるように、これが新しいペットなのかな。あ、模様があるね。これレッドストーンの怪物のちっちゃいやつと、これ普通のやつかな。うん、ゴーレムのちっちゃいやつ。あとなんかなんだろうこれ、宇宙人みたいな変なね、青とピンクの色がついたやつ。なんだろうこれ。まあまあこういうのが出てくるんでしょう。アップデートの日にちは4月20日ですね。今回のタワーが終わった時、更新された時ですね。4月20日になります。まああと2週間ぐらいなので、待ち遠しいね。まあそれまでまたしっかりとやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。